デビット・リンチ、デビット・キース・リンチ、デビット・キース・リンチ、1946年1月20日帯は、アメリカ合衆国モンタナ州出身の映画監督、脚本家、プロデューサー、ミュージシャン、アーティスト、俳優。低予算映画、イレーザーヘッドで有名となり、カルトの帝王と呼ばれることもある。1946年、モンタナ州ミズーリで、 農務省研究員の父のもとに生まれる。生後2ヶ月でアイガホ州サンドポイント、2歳でワシントン州スポケーンに引っ越し、その後もノースカロライナ州ダーラム、アイガホ州ボイジー、バージニア州アレクサンドリアと引っ越しを繰り返す。少年期はボーイスカウトに所属し、最高位であるイーグルスカウトまで昇格した。友人の父が、 プロの画家だったため絵画やドローイングに興味を持ち、ワシントン美術大学、ボストン美術館附属美術学校に通う。この時、J ガイルズバンドのピーターウルフと、ルームメイトった。しかし、ここには何も触発されるものがないと、後にプロダクションデザイナーになるジャック・フィスクと共に、欧州留学を計画する。オスカー・ココシカの下で絵画を学ぼうと、オーストリアへ渡ったが、が、 あまりにも綺麗で自身の中での創作意欲が泣いてしまい、3年間滞在する予定であったが、わずか15日間でアメリカへ帰国することになる。帰国すると、フィラデルフィアに移り、フィスクと共に、米国最古の芸術学校である、ペンシルベニア芸術科学アカデミーに入学。1967年、ここで知り合った妻ペギーが、長女ジェニファーを妊娠し、この経験が後に、 デビュー作に結実する。周囲は、鉄道、工場など極めて悪い条件である。レンガ張りで何部屋もある一軒家をわずか3000ドルほどで購入する。治安の悪さをインスピレーションの一部として、地下室で絵画や映画制作に没頭する。また収入を得るためエングレービングのプリントを始めた。1967年、最初の短編映画、 シックスメンゲティングシックを制作。翌年妻、ペギーをモチーフに、アニメーションと実写を合わせた実験的な4分の短編、ザ・アルファベットを作り、アメリカンフィルムインスティチュートの奨学金を得、ロサンゼルスに移る。1971年に AFI カンサーベトリに入学し、1972年から4年の歳月をかけてカルト映画として有名になる。 イレーザーヘッドを自主制作。1976年に長編映画監督としてデビューする。制作中の1974年、映画のストーリーと同じように、妻ペギーがリンチの元を去った。これを含めてリンチは3回の離婚と4回の結婚を経験している。リンチはこの作品をカンヌ国際映画祭に送ろうと考えたが周囲に止められ、 ニューヨーク映画祭でも上映を拒否された。そのため深夜上映のようなアンダーグラウンドな形で上映され、ロッキーホラーショーやエルトポ、ピンクフラミンゴといった映画とともにカルト的な人気を博した。1980年のエレファントマンではアカデミー作品賞を含む8部門にノミネートされ、一躍知名度を上げた。イレーザーヘッドのファンだったジョージ・ルーカスから、 スターウォーズ時代の復讐の監督のオファーが来たが、これを断った。1986年、ブルーベルベットで全米批評家協会賞などを受賞する。主演女優のイザベイラ・ロッセリーニとの交際が2度目の離婚のきっかけとなる。1990年、ワイルド・アット・ハートでカンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞。2001年、マルホランド・ドライブで、 カンヌ国際映画祭監督賞を受賞。2006年、第63回ベネツィア国際映画祭にて映画人として長年にわたり多くの優れた作品を生み続けていることを称える栄誉金獅子賞を受賞。2007年にはカンヌ国際映画祭の第60回目を記念して制作されたオムニバス映画、それぞれのシネマのうちの一つ、アブサーダを制作。また同年には、 現代美術家として、カルティエ現代美術財団にて個展を開催した。2011年1月に、ミュージシャンとして、シングル、グッドデイトデイ、アイノーでソロデビュー。同年11月には、デビューアルバム、クレイジークラウンタイムを、プレイイトアゲインムよりリリースした。2012年現在、リンチを追ったドキュメンタリー映画三部作。 リンチスリープロジェクトの3作目の資金調達のため、ファンから制作費の一部を募る活動が行われている。なお本作で、リンチ自身は制作には直接関与していない。映画制作のほか、ダムランドなどのアニメーションも手掛けている。映画制作に関わっていない時間は、予算が関係ないという理由で絵を描いたりしている。絵画においては、フランシス・ベーコン、映画においては、 フィラデルフィアの街そのものに最も影響を受けた。アメリカ映画より欧州映画の方により大きな影響を受けたとたびたび述べている。好きな映画にはサンセット大通りとロリーダをあげている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。